いろんなたくさんの種類の目薬があるって知ったんですけど、うん、それぞれ役割があってそれぞれ意味があるんだなって思いました、うん、みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。しほちゃんです。よろしくお願いします。どうですか皆さん、眼圧上がってますか急です ね、 しほちゃんとやるの初めてですね。眼圧上がってますか。なんで眼圧上げるんだっけ。なんでなんででしたっけ。眼圧上げる病気って言ったら何ですか。おいおい、眼圧上げる病気、緑内障じゃないですか。緑内障でした。まあ緑内障ね、とにかく今治療されてる方とかね、周りに緑内障の患者さんがいる方とかね、まあいろいろいらっしゃると思うんですが、何とも言ってますが、緑内障は日本人の20人に1人緑内障です。60歳超えるとね、10人に1人とも言われてます。で、日本のね、人口1億数千万のうち500万人ぐらいいるっていうことは、 5% ぐらいの人が緑内障だってね、これも本当国民病なんですよね。ですから治療をする必要があるわけですね、はい、で治療するためには早く診断しなきゃいけないっていうのはあるんですけど、まあね、昔と違って今はね、目薬が大変良くなってきたんですね。それでもね、なかなか目薬が効く人効かない人がいるんです。それで目薬の種類もね、何種類もあるんですよ。これ本当に不思議でね、体質っていうのはすごい人によって違うんですよね。これね、医者やってると本当に感じることなんですけど、例えばね、僕の同級生でもね、肺がんになった人がいてね、仲いい友達でね、もうすごいショックだったんですけど、まあ、それなんかもね、一般的な治療指針でいうと、もうここまでがんが広がってると手術もしないし保存的にやるっていう、そういう段階だったんですね。でもね、眼科の患者さんを見てて、個人差があまりにあるからね、とにかく諦めないで、やることは全部やるっていう方針なんです、私はね。で、彼にも言ったんですよ。とにかくね、お前切ってもらえって、何が起こるか分かんない、何が効くか分かんない、だからね、絶対諦めんなって言ってね、慶応の友達だから、慶応の先輩の肺外科の先生にね、いろいろ言って、何が何でも切ってくれと言って切ったんですけど、治っちゃったんですよ。本当化学療法もいろいろやりました。で、彼の場合ね、副作用もね、うまく抑えてくれてね、なんとかなったんですよ。で、もう何年経つんだろうな、もう10年ぐらい経つと思いますよ、うん、とにかく5年生存率で決めますからね。もう彼の場合はもうほとんど治ったっていうことで何にもないんです。でね、緑内障の場合もだから、いろんな方法がありますからね、とにかく諦めないでほしいんですね。まずは目薬なんですよ。で、目薬で何をするかっていうと、眼圧を下げるんですね。目薬で眼圧を下げると、うん、はい、で、眼圧はじゃあなぜ下げるんでしょうねっていうことですよね、うん、緑内障の治療で眼圧を下げるっていうことは、これ目的じゃありませんからね。目的じゃなくて、うん、じゃあ何なんでしょう、うん、これはね、手段ですよ。手段、手段、おお、ね、つまり目的は他にあるわけです。目的っていうのは何かといえば、あなたの目をとにかく救うってことが目的ですよね、うん、そう。じゃあ目を救うってどういうことですかっていうと、緑内障の場合はね、視野で欠けてるところをこれ以上広がらないようにするっていうのは、それはあなたの目を救うってことです、はい、うん、それが目的ですからね。で、眼圧は極端なこと言うとね、眼圧がもし下がらなくても視野が進まなければいいですよ。ね、ところが眼圧下がらないと進んじゃうんですよ。しょうがないから眼圧下げるんです。その下げ具合なんですけどね、人によってどれぐらい下がったらその視野障害が進みにくくなるっていうのは、これが個人差なんですよ。ちょっとしか下がらなくてもすごく効果が出て視野障害が進まない人もいるし、結構下がってて、ああよかったと思ってる割にはですね、視野障害が進んでっちゃう人も中にはいるんですね。ただ大事なことはですね、それが判明するまでに年単位の経過観察が必要だってことなんですよ。つまりね、視野が悪くなっていくってことは、半年や1年じゃ絶対に悪くなるんですよ、よっぽど末期でない限りは。それ視野検査ね、やってみると分かるんですけどね、まあやった人はよく分かると思うんですけど、自分でボタンを押す検査でしょ。前の人と寝不足だったりすると結果悪くっていくらでもあるわけですよね。その時の集中度によって違います。そうするとね、視野検査の結果も良かったり悪かったりするわけですよ。例えばね、視野検査なんかは基本的には3ヶ月に1度ぐらいしか健康保険でやらせてもらえないから、マックス年に4回しかできないでしょ。で、そのうちね、広い部分と中心部と2回ずつやるとすれば年に2回しかできないから、そうするとね、いい時と悪い時があったらですね、視野が悪くなってんの悪くなってないのって判別つかないわけです。そうするとね、もう年単位ですよ。3年4年とか見ないとわからないわけです。治療がうまくいって病気が進んでないっていうとね、
なおさら年単位で進んでるかどうかっていうのは分かりにくいですよね。まあ効いてるからいいんですけど、結果としてもということで、眼圧を下げて目薬が効いてるかどうかっていうのをなるべく早いうちに確かめたいわけですね。でそれがあなたの目を救う手段なんですよ。だからね、眼圧測ることはとっても大事なんです、はい、でその眼圧が上がったり下がったりするから、回数測るってどうしてもね、これも患者さんも大変だしこっちも大変なんですけど、これやらざるを得ないですね。3ヶ月に1回来てくださいだけではちょっとまずい点が多いんですよ。はい、まずい点、うん、つまり回数が少ないとね、上がってる時下がってる時でどういう風に治療がうまくいってるかいってないか判断がなかなかつかないわけですね。ああ、そうなんですね、うん、だから回数も必要なんです、うん、それで眼圧を下げるための目薬の話ですよ、はい、ね、で目薬皆さんどうでしょう、1種類とか2種類とかあるいは3種類以上やってる方、いろんな方いると思うんですね。で目薬なんでこんなしなきゃなんないのって思われるでしょ、うんうんね、気になります。目薬もね、普通の感覚で言うと1種類してました、 A という目薬をね、いやもうちょっと下げなきゃいけないからもう一つ追加しますので B っていうのが来ましたってするでしょ。そうするとその意味ですよね。つまり A で効かなかったら B はじゃあ強力な目薬なんですかって大抵の人は思うみたいで、うん、思います。そうするとこれ強いんですかっていうふうにね聞かれるんですよ。でもねそれは違うんですね。違うんですか。違うんですよ。弱いのから始めて強いのいくわけではないです。へ、うん、つまりねみんなねそれぞれにどれくらい効くかっていうのをやってみないと分かんなくて、ある人にはこれが効く、ある人にはこれが効かない、でこの人に効いた目薬を他の人にやってみるとやっぱり効きにくい、あるいはよく効いた、いろいろなんですね。だからねやってみないと分かんないところがすごく多いわけです。でそうするとね、目薬をじゃあどういうふうに使っていこうかっていろんな考え方があるんですけど、まずは当然よく効く目薬ですね、はい、でよく効く目薬が強い弱いではないんですよ。その人に合ってるか合ってないかなんですね。うん、うん、だからその人に合ってる目薬を早く見つけたいわけですけど、より多くの人で眼圧が下がりやすい目薬っていうのがやっぱあるわけですね、はい、でまずそれから使いましょう。でそれで効きが不十分であれば個人差はさらに大きくなっちゃうけど違う種類を使っていきましょうっていう風になるんですね。眼圧の下げるには大きく分けて2種類のメカニズムがあります。2種類、うん、はい。でね、眼圧っていうのはね、目の中でできる房水っていう水があるんですね。房水が新しく作られてるんです。常に目の中でちょうどね湧き水がねちょろちょろ出てきてるようにね水が作られるんですよ。あるいはちょっと変な言い方ですけど鼻水も同じでね、花粉症の時期になると原因が入ってくると鼻水ってめちゃくちゃ出る人いるわけですよ、はい、大量の水ができるわけですよ鼻の中の粘膜でね。それと同じように目の中でも水が新しくできるんですね。ちょっと不思議な感じするかもしれませんが、その新しくできてくる水の量によって量が多かったら圧力が上がりますよね。出ていく水があって、その出ていく水の出にくかったらやっぱり眼圧が上がりますよね。あ、うん、作る方、これを酸性って言いますけどね、酸性と流出って言って出ていく水で、これのバランスで眼圧が決まってるので、酸性を抑えるか流出を増やせば眼圧は下がる。確かに、ね、はい、それによってね目薬がいろいろ変わってくるんですよ、うん、そこのところをちょっとね絵を描いて説明しますね。はい、お願いします。ではどこで水ができてどこから流れていくかってことをね、もう簡単に説明しますけど、うん、まずね、目の構造もねちょっと覚えてもらうといいかなと思うんですよね、はい、こういうふうにね、はい、これは何でしょう。先生今お餅の絵を描いてます、もしかして。あれだそうなんですよ、鏡餅をねちょっと、垂直に置いてますけどね、ここがね角膜ってね、光が入ってくるところですね。でこれ胸膜って目の、まあ、入れ物ですね。でその内側にね脈絡膜っていうのがあって、前の方へ来るとねちょっと毛様体っていう構造になるんですよね。ここからね虹彩っていうのができるんですね。でこれは要するに茶目の部分です。でその後ろに水晶体っていうのがあってね、でここはねこういうふうに糸で吊られてるんですよ。でこの水晶体の弾力がなくなってくるのが老眼ですけどね。さあ水はどこでできるかっていうとですね、水はこの毛様体でできるんですね。へえ、うん、でこっからねちょろ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 湧き水みたいにこう出てくるんですよ、こういうふうにね。で出てきた水はどこへ行くかなんですけどね、はい、これがね結構道のりがあってですね、こうやって前へ行くんですね、この隙間を通ってね。でここが前房っていうんですけどね、前の部屋ですね。
前方へ出てきた水がですね、こっからね、ここに下水管があるんですが、シュレム管っていうんですかね、ここのね下水管に行く経路が一つで、もう一つはね、この胸膜とこっちの、まあ、脈絡膜あるいは葡萄膜って言いますけど、こっちの方へ抜けていく、これはね、まあ、言ってみればこっちが染み出してくる水と思えば、こっちは染み込んでいく水、染み込んでなくなる感じ、まあイメージ的にはですよ。でそう思ってくださいね。主経路副経路ってあるんですけど、要するにね、ここで水が新しくできる方を酸性っていうわけですね。酸性、うん、でこっちから抜けていく方ね、これを流出っていうわけです。流出、はい、眼圧を下げるには酸性を抑えましょう、眼圧下がります。それから流出を増やしましょう、そうすると眼圧が下がるわけですね。ですからね、例えば酸性を増やす方は、まあ、ベータブロッカー、チモプトール、カルテオロール、ミケラン、アイファガンなんていうお薬もそうですけど、まあ、そういうねお薬があるわけです。それからね、この流出を増やす方もいろいろお薬あるんですけど、まあ、今とにかく最初に選ばれるお薬としてはプロスタグランジン製剤って言ってね、キサラータン、あるいはラタノプロストとかね、トラバタンズとかトロボプロスト、まあ、そういったお薬があるんですね。それで酸性も抑えて流出も増やすみたいな両方の作用を持ってるお薬もあるんですよ。そういったお薬をいろいろ使うんですね。であとはその人その人にとって効果がどれが一番いいかとかね、それを見るのに目薬変更する場合もあるし、追加する場合もあるしね。私の場合はもうほとんど追加になりますけど、結局はね、どれが一番よく下がるかっていうことが一番大事なんですが、2番目に大事なことは副作用がどうかってことですね。その人にとって副作用がどんな副作用があるかっていうことなんです。副作用も出る人は出るし、出ない人は全然出ないですね。副作用のうちいくつかが出る人もいれば一つしか出ない人もいるし、いろいろなんですけど、まあとにかくね、その副作用とね、主な作用のバランスですね。なるべく望む作用が強くて、つまり眼圧がよく下がって、そして副作用が少ないと、でそういう薬がいい薬なわけですね。なるべくそういうものを患者さんに処方したいっていうことで、世界中のね眼科医がそういう処方の仕方をしていると思いますね。それから製薬会社もね、なるべく副作用がなくて効き目の強いお薬が、そういうものを開発してるって、そういう話ですね。ですからこういったね、酸性を抑える、流出を上げる、いろんなお薬の組み合わせでできる限り患者さんの眼圧を下げようとしてるわけです。目薬の違いっていうのは強さの違いじゃなくてメカニズムの違いなんですね。で万が一目薬がよく効かないよっていうことになると、じゃあどうしましょうってことなんですけど、まあレーザーっていうのがあってね、この流出を増やす意味でレーザーっていうのが使われたりとか、やっぱりこいつはどうにもならん、出てくるものはねある程度できてきちゃうんで、やっぱり流出を増やすために防水の出口を作ってあげるっていうような手術をするわけですね。まあそれが主なね緑内障の治療法です。どうですかね、今ね絵を使って水がどんな流れをして、どこでできて、どっから出ていって、どんなお薬がどこへ効くかってお話しましたけど、わかりました？どうですか？いや、わかりました。わかりました、はい、うん、でね、皆さんわかってくれると嬉しいんですけど、そうやってね、目薬は強い弱いじゃなくて、どこに効くか、それから誰に効くか、あなたにとって効く目薬なのか効かない目薬なのかっていうところでね決まってくるわけですね。だからね、私たちも、まあ、その辺をねなるべく説明してるんですけど、やっぱ忘れちゃうね、説明してもね、うん、だから説明もしない先生もいるからね。じゃあ次目薬一つ増やします、はいさよなら、また3ヶ月後みたいな先生もいるからね。そういう風にね、分かんなかったらね、まあ、今は結構調べられる世の中ではありますけど、ただやっぱりね、なかなか素人の人が読んで分かるようなね、特に目薬のメカニズムなんていう話になるとよく分かんないですよね。分かんなくなったら今の説明をもう一回ちょっと聞いてみてですね、あるいは見てみて、あ、そういうことなのか、で私の目薬はどっちのタイプなんだろうとかね、そんなことをちょっと考えながら目薬をする意味っていうのが分かると、まあ、やるねモチベーションも上がると思って、そうですね、うん、そうやってね眼圧を下げてほしいんですよね、はい、そしてなるべく眼圧のデータをね積み上げていって、本当に効いてるのか効いてないのかとかね、十分効いてるのか効いてないのか、そして眼圧を下げるという手段の向こう側にあるあなたの目は大丈夫なのか、これでね、ということを、それは視野で見るんですよってことですね。視野検査の前の日は早く寝て集中度を上げてですね、それで視野検査してほしいと思うんですね、はい、どうですか。いや、いろんなたくさんの種類の目薬があるって知ったんですけど、うん、それぞれ役割があって、それぞれ意味があるんだなって思いました、うん、そう、それぞれね大切な意味がありますからね、その意味をよく理解して目薬してくださいね。はい。
どうですか、今日の動画役に立ったでしょうか。役に立ったと思ったらいいねマークとチャンネル登録をお願いします。お願いします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがきます。チャンネル登録をするとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。